次にこのままペアで、組手の時受ける練習をしたいと思います。やってみます。ペアになって最初左手と左手上腕で合わせる。次右手と右手上腕で合わせる。左手と左手上腕で合わせる。次返します。上腕で合わせて返す。これが1セットです。もう一回やってみます。1、2、3、4、5、6。もう1セット。1、2、3、4、5、6。で、これを慣れたら早くやってみたいと思います。3セット1から6までを3セットいきます。いきます。せーの。1、2、3、4、5、6。なるべく早く3セットやってみてください。で、注意する点はしっかり上段は上段を受ける、中段は中段をしっかり受ける。これが狭くなってしまうのではなくて、しっかり上段と中段大きくしっかりはっきりと受けるようにしてください。それと手がただこうやってただのこう手遊びみたいになってしまうので、強い突きが来た時、強い突きをしっかり強く弾くようなつもりで力を出してください。以上です。